暗唱するには完全に不可能である徳を持っている。これは、ディスプルーブっていうのは、次、続きあったかな？と同様に、tidy explanation of some very messy political history。極めてぐちゃ、メッシーはぐちゃぐちゃして政治的史に対する tidy、ちっちゃな説明を提供すると同様に、反証するのは難しい。徳、バージュ、ハンパーズ、バージュ。徳があるかどうかなんてわかんないよって言ってんだな。これはね、前のとこ。いいよね。メッシポリティカルヒストリーって言ってのは、中国の歴史そのものが、隋とか唐とかあるでしょ？武則天とかね。だからそれはもう、歴史は、最近よく僕はこれやってから、いろんなの見てんだけど、まあ、メッシーだね。だから、例えば赤壁の戦いとかさ、今見てんのは、曹操の長いやつ見てんだけど、キリがないよね。だから結局、結構中国、僕長かったんで、いろんなビデオ見たりさ、いろいろ勉強したけど、もう全然キリないね。なんとかの戦いとか。だからさっき見せたシャアの時代のね、なんとかの戦いなんて、もうあんなの限りなくあるよね。日本の歴史なんかに比べもならない。国土も広いからね。で、この後、7大哲学者ってビデオやるんだけど、まあ、ビデオそのものはそんな難しくないんだけど、彼らの、なんつうの、こう、あれも不思議なんだけどさ、戦国時代にみんな集中してんだよね。その後あんまり出てきてないんだよね。中国ってのは変わった国だよね。なんで時代、まあもちろん、キリスト教もそうだけど、いつ出てきたのか。キリスト教っていうか、ユダヤ教、紀元前4世紀とか5世紀に集中してんだよね。ギリシャもそうだよね。不思議だよね。なんで時代に全部集中してんのかと。前、園田さんが、書いてね、なんみんか、な、そうそう、紀元前4世紀頃にね、みんな集中してる。心ああ、ですよね。心が、だから紀元前4世紀はなかった。その後に出てきたね。それはこの後のビデオかな。もうこれまでやってない。いやいや、僕はそう、これを書き直してる中に出てきたんだけど、フランス人のさ、ビデオの中で、あれ誰を解説してるところかな、心の話出てくるよね。そのフランス人の哲学者って結構そういうの好きでね、そんなことやってるんですよね。そういう、まあ、いまだにもう一回見たけど、見たいる人は、3年か4年経ってのは500人ぐらいしかいないの。難しいんだよ。彼の解説、僕ももう一回見るけどね、そうだ、よく勉強してるよね、あれね。だから運動塾のためにものすごく勉強したんだ、あの当時な。多分そうだ。だからメッシーって言ってるの。See political history, and even more importantly, it reinforces a vision of more. このね、リインフォースでね、強化するって意味なんですよ。まだ知ってるかもしれないけど。これもう一回引き直したの。で、モーラルビヘイビア、ビジョンのモーラルビヘイビア、これはコンフューシャスですね。孔子のコーナーストーンだから、まあ、基軸ですよね。だから歴史家は、だからみんな、こういうふうな、孔子のね、儒学、儒教に基づいて歴史書いてるから、マンデートヘブンという言葉を使ってるみたい、という彼は言うわけね。Moral behavior that is a cornerstone of Confucianism, which I will get to これ水って書いてあるの、俺よくわかんない。意味わかんない。momentarily. But first,
モメンタリーとすぐ直ちに行きます。で、彼は次にね、真、真、真。Let's see an example of the mandate of heaven in action. So the Qin dynasty only lasted 38 years. だから、秦は38年しか続かなかった。で、彼は most important dynasties っていうのは、But it's one of the most important dynasties in Chinese history. So important, in fact, that it gave. これね、意味わかんないね。It gave the place its name。その名前、その場所にその名前を与えた。秦。で、秦。Chinese の秦、China の秦。そう。というふうに言ってんだよ、秦。でも、中国語は秦なんだよね。これ英語は秦って言ってるでしょ。中央が真でね。違うんです。違うってことですよね。彼は真って言ってるけ英語にしちゃうと同じになっちゃうけど。だと思うんだよね、これ。QIN なんです。チンって発音するのかな。チンだね。発音、俺間違ってた。どこに書いてあるんだろう。これか。あ、これだ。チン。あ、チーンって言うんだ。俺が間違えた。だから彼の言ってるのはチン、チャイニーズのチン、チン、チャイナのチン。ただチンだ。ジョークですかね。本当にそうなんです違うと思うけどね。いつから中国、例えばさ、ここ。この、中国の漢字で書く中からチン、あれはチンとかチャイナっていう発音と全然違う。四季に現れる中国。あるよ、ほら。秦に由来する故障って、漢に由来する、いろんな語源があるんだよ。だから秦に由来する故障もあるんだよ、中国の意味の源泉。いつから出てきたのかな。武帝っていつ？前漢ぐらいの時代からあったんだよ、名前が。だから、その今言った、さっきの秦が中国語の元だとかいうのはさ、そういう語源だよっていうのはさ、結構正しいのかもしれないよ。故障の変遷。
真に依頼するこそと書いてあるか。あながちいい加減ではない。Gave the place its name, Chin. Can I just tell you guys that we literally just... これ20分の時間を使うって。We shot it. このあのショットって言って、スナップを撮るというのね。Shot it. Like 40 times, 40回。まあ、あのどういうことかって彼に言おうとしてるのは、文字通り、この中国の語源をね、議論したら20分ぐらいかかるよって、そんなことを言おうとしてないと思うんだよね。なんで、We shot it like 40 times とか、これ意味ちょっとわかんないけど、40回もそういう場面を私はやったよっていうの。だ彼なんか別のビデオでそういう中国の語源みたいなことを20分のビデオを撮ってんだと思うんだよ、多分。そこではその中国の語源について40回も言ってるよという、そんなこと言ってないと思うんだよ。スタンってこれ、こいつともう一人いるんだよ。同じ人だけど。なんか一緒にやってる人ですよ。いや、同じやつが出てくるんだよ。こいつが出てくる。それをスタンって言うんだ。見てるか。Got it like 40 times. Stan, you are in love. タンズってのはこれダジャレ。You are in love with パンズ。お前ダジャレ好きだよな。